いつもご視聴ありがとうございます。吉田正尚、15試合連続安打で7連勝に貢献。直近5戦で打率4割7分6厘、絶好調キープ。直近5試合で21打数10安打の固め打ちです。レッドソックスの吉田正尚外野手が5日、日本時間6日、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズ戦に2番レフトで先発出場し、15試合連続となる安打を放ちました。継続中の記録ではメジャー単独トップを快走する連続試合安打をさらにまた伸ばした形となりました。この日は4打数1安打で打率3割1分5厘、直近5試合では21打数10安打の打率4割7分6厘と絶好調をキープしています。初回ノーアウト2塁の第1打席、観客がスタンドに落下した様子もあり、救護班がブルペンに駆けつけるなど10分間の試合中断がありましたが、再開後ファーストゴロを転がして走者を進塁させ、その後の先制点に結びつけました。3回ノーアウト1塁、内角に来た直球を引っ張り見事にライトへ運びます。1塁に到達した吉田選手はエルボーガードを外しながら笑顔を見せました。これまでに日本人選手がメジャーで15試合以上連続安打を記録したのは、イチロー氏、松井秀喜氏、田口壮氏、青木宣親選手、大谷翔平選手の5選手で、吉田選手も6人目の選手として名前を連ね、チームの7連勝に貢献しました。この吉田選手の好調ぶりについて、ネット上では、絶好調が続いている。打率も3割超えて、出塁率は4割。吉田は、2年目からずっとこの2つの記録を継続している稀有な選手。イチローも日本では4割の出塁率だったけど、メジャーでは1年だけ。三振が少ない、打率3割、出塁率が4割超え。これが吉田の長所であり真骨頂。チームへの貢献度は計り知れない。この記録は継続して日本人選手の価値を高めてほしいと思う。今年は個人的には大谷、吉田から目が離せない。本当試合を見るのが楽しみな選手。イチロー、田口、吉田正尚、オリックスの選手が多いですね。日本で優勝した後にメジャー移籍した選手ですね。オリックスは素晴らしい選手が多いですね。投手ではメジャーで長谷川、平野と活躍されましたね、といった称賛コメントが多く上がっていました。そんな中、好調をキープしている吉田選手が最もリスペクトしている野球選手であるフィリーズのブライス・ハーパー選手との初対決にも注目が集まっているようです。またハーパー選手が吉田選手へ送ったある言葉がアメリカで大きな話題となっているといいます。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。無敵状態の吉田正尚、新ニックネーム誕生か。米放送局揃って称賛。大リーグで吉田ほど集中しきっている選手はいない。無敵状態の継続に新たなニックネームも誕生したようです。レッドソックス球団公式ツイッターは、吉田選手のアーチ動画に「正尚」とキャプションをつけてアップ。マッシュと名前の正尚をかけて伝えました。日本でもマッシュポテトでおなじみのマッシュは、叩き潰す、乱打するなどの意味もあります。するとまるで申し合わせたかのように、試合を中継した地元放送局 NESN も「吉田がマッシュしているぞ」と報じ、今の大リーグでレッドソックスの新人吉田正尚ほど集中しきっている選手はいない、本当に一人もいないと絶賛のコメントを報じました。吉田選手の愛称といえば、名前から取った「正」と「吉」のどちらかが定着するのではないかと開幕直後に取り沙汰されましたが、オリックス時代から引き継がれた「マッチョマン」は米メディアでも確実に浸透。先日の6号先制ソロの直後も、同局のユーキリス解説者が「スーパーホット絶好調マッチョマンに気をつけろ」と声を張り上げ、相方のオブライエン実況も「まさにマッチョマンですね」と感じ入っていた様子が放送されていました。正尚は彼に夢中さ、吉田正尚が心底憧れるフィリーズ天才打者との直接対決に米記者陣も大注目。愛犬にも愛病にも名前を。今日の一戦の前にアメリカで注目を集めていたのが、レッドソックスのルーキーで目下飛ぶ鳥を落とす勢いの吉田正尚選手と、フィリーズの主砲ショーマンことブライス・ハーパー選手の共演でした。現在30歳のスーパースターは、
実は吉田選手がこよなく愛する憧れのスラッガーなのです。新人王に加え2度の MVP 受賞など長年にわたって天才打者として名を馳せてきたハーパー選手、吉田選手は同じ右投げ左打ちの占領役者への同型を隠すことなく、オリックス時代は2021年までハーパー選手と同じ背番号34を選んでいたほど。さらには愛犬の名前もハーパーで、愛病の名がブライスというこだわりようです。ハーパー選手は昨年11月にトミー・ジョン手術を受けたため、アメリカ代表として出場予定だったワールドベースボールクラシックでの対戦はかなわず、今回の交流戦もシーズンで3試合しか予定されていないため、ハーパー選手は間に合わないものと考えられていました。ところが夏の復帰をめどにリハビリしていたハーパー選手がわずか160日で戦列に帰還、待望の初対決が実現することになったのです。米メディアジアスレチックでレッドソックス版のジェン・マッカフリー記者は、オリックス入団が決まったアダム・ジョーンズが来日した時、彼はとある選手が周囲からハーパーさんと呼ばれ、背番号34をつけていることに気づいた。もちろんハーパー本人ではなく、それが正隆吉田だったのだと逸話を紹介しました。さらに犬と猫にハーパーの名前をつけて、インスタグラムのアカウント名は BH 正隆34で、ハーパーのイニシャル付き、吉田は彼と戦えるなんて本当に光栄ですと楽しみにしているわと綴りました。レッドソックス専門ポッドキャスト番組ネームリダクティドポッドキャストで司会を務めるタイラー・ミリケン氏は、いよいよ正隆吉田は夢中になってきたハーパーと今夜対戦する、最高にクールな瞬間になりそうだとツイート。 MLB 公式サイトのマイケル・クレア記者は、過去に吉田選手がインスタに投稿した写真を掲載。ジョーンズ選手にもらったハーパー選手直筆のサイン入りユニフォームを着込み、愛犬を抱っこしているカットで、クレア記者は、なんとかこの週末2人で会って談笑でもしてほしいものだとつぶやいていました。吉田選手はハーパー選手との対戦前に、彼と戦えるなんて本当に名誉、しかも復帰に1年はかかる手術から早く戻ってきた、自分もいろんな怪我を経験してきて戻るのがどれだけ大変か分かっている、そこについても尊敬していると改めて尊敬の念を語っていました。実はレッドソックスはオフの吉田選手獲得競争でフィリーズに負けてしまうのではと心配していたのです。吉田選手がハーパー選手の大ファンだということはもちろん、吉田選手がオリックスでつけていたハーパー選手のナショナルズ時代の背番号34番はあのデビッド・ウォルティーズ氏がつけていたから使えない。しかしながらフィリーズは外野が補強ポイントでなかったため積極的ではなく、レッドソックスが速攻で獲得できたといった経緯もあったのです。憧れる天才打者ハーパーから3時初共演前に米国でここまで素晴らしい成功を、吉田選手がメジャーを代表するスラッガーであるハーパー選手に憧れていることは日本はもちろん米国でも注目の的になっています。ペンシルベニア州地元局 NBC スポーツフィラデルフィアによると、ハーパー選手は試合前、米メディアから吉田選手について問われ、他の人に影響を与えられるのはとてもクールだよね、どんな人生においても誰かにお手本とされるのはとても謙虚な気持ちにさせられるよと、吉田選手から尊敬されていることに感謝の気持ちを語りました。その上で活躍を続ける日本人ルーキーについて、彼は米国に来てここまで素晴らしい成功を収めている、ボストンがどれだけ厳しい環境かを考えれば特にこの時点で彼ができていることは本当にクールだよと称賛しました。吉田選手の敬意を心よく、そして謙虚に受け止めてくれたハーパー選手ですが、しっかりとお返しもしていたようなのです。ボストンレッドソックス専門のポッドキャスト番組ネームリダクティドポッドキャストで司会を務めるタイラー・ミリケン氏はツイッターを更新。同氏によると、現地5月5日のフィラデルフィア・フィリーズ戦の試合開始前、吉田正尚が憧れの名手からバットをプレゼントされたようだ。その名手とはフィリーズのブライス・ハーパー、2度の MVP 受賞を誇る MLB 最強スラッガーの一人で、トミー・ジョン手術から驚異的なスピードで復帰を果たし、この日が久々の本拠地でのゲームだった。吉田はオリックス時代からハーパーが大のお気に入りで、2021年まで同じ背番号34を選んでいたほど。吉田は以前、
元オリックスのアダム・ジョーンズからハーパーの直筆サイン入りユニフォームを送られている。初めての対戦を祝してブライス・ハーパーが正隆吉田にバットを送ったと聞いたよ。なんてクールなんだ、素晴らしい振る舞いだよ、と感激しきりの様子でツイートしていました。また実はワールドベースボールクラシック期間中に吉田選手はハーパー選手から激励のビデオメッセージをもらっていたというのです。2人は代理人が同じスコット・ボラス氏で、ボラス氏がハーパー選手に WBC の活躍を祝福してあげてほしいと依頼したのだそう。吉田選手は、会ったらあのメッセージのお礼を言いたい。彼は本当に偉大な打者、アグレッシブにバットを振るし、パワフル。彼のことはナショナルズの新人時代から見ていて、プレーに敬意を払ってきた、と試合前に話していました。結果的に2人で直接話す機会はなかったようですが、憧れの存在との初対戦について吉田選手は、打席の雰囲気、期待感がありますよね、歓声がすごかった、雰囲気に少し飲まれそうになりました、と語っていました。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。